はい、ピースケです。サクスペやっていきますということで、はい、今日から始まりましたね。円卓のサクチャレということで、特攻キャラの狙い撃ちガチャが来ておりますので、こちらを40連したいと思います。これね、結構いいんじゃないですかなんといっても4回目がね、PSR この3体の中からバナナ確定で、俺みんなプラス3とかなので、ここ解放できると超でかい。で、PSR はね、アーサーが欲しいかな。大谷くんとかはちょっと解放がきついのと、まあ、モードも覚醒したら、覚醒するので、覚醒したらするのでってよくわかんない。来たらね、はい、するので、ちょっと欲しいかなって感じです。みんな有能。円卓では必須のモードくん。なんつったらいいの、まあ、今んとこ暁強化、円卓か。では必須。で、まあ普通に強い無限骨とかいろいろ、経験点ナンバーワンの大谷くんということで、いこう。 PSR アーサー引きたいな、まあ、誰でもいいっちゃいいんだけど、一番なんか PSR のなんつうの恩恵がでかいのはかな。アーサーナイス。いきましょう。10連目 SR1 枚確定で、おまけはゲドウくんってことで、虹が来てるよ。はい、キラン、キラン。ない、ノーキラン。ノーキラン、あ、2枚来てるね。はい、あ、なんであ、なごみ嬉しい。運気は別になんもないな。はい。アーサーは嬉しい。はい。では2,3バナーないか。はい、まあ、とりあえず大谷とアーサーをねプラゴにしたいかなっていうのは一番あります。あ、 PSR の可能性が見えてきましておりまする。1枚だからここはバナーないか。誰来ても OK、 OK、 誰来ても OK。 これアーサープラゴできるかな、分からんけど。PSR 出るとまた話が変わってくるっていうね。 SR 取っておきたい感じなので、はい、次もバナーナイです。ググルシュポン、はい、これは PSR 内演出かな。シュポン、あー、何これ、プラゴにならない感じかな。あれ、モードって忘れた。はい、感じです。やっぱ結構いっぱい出るね。はい、ではラスト、ここが勝負。全員安定だけど、アーサーがいいな。行き前お願いします。おお、谷か。まあ OKOK、 解放できねえんだよな大谷ということで、はい、刈り上げがいっぱい出ますということで、解放ができないんですよね。ということでした。この引いとこうか。何もなしと。はい、ノーク。うん、まあ大谷がいいか。まあ常設だしね。うん、他はね、ここじゃないと出ないっていう意味では良かったんじゃないかなと思います。50で結構強くなんですよね。はい、ということで解放はいいやということで、ああ、六甲にランスロット、やっぱ報酬ですね、追加されております。報酬です。ログインでもみんな気づいてると思うけどね。あー、でも特攻1なんですね。いやー、ランス欲しいわ。まあとりあえず1枚はもらえるので、うん、この辺のキャラを使って、これは野手かな、やっぱ、うん、頑張りたいと思います。どこ見ればいいんだろう。これの報酬はグ、ここは走んなくていいやつですね。で、
さあこれですよ。さあ PSR がね、一括じゃないわ、いくつからもらえるのかってところなんですが、50、100、500までもらう。あ、おおおおお、これはいいぞ、狙い目ですね。1000までもらえる PSR。 あー、これは頑張りたい。いいっすね、いいっすね、素晴らしい、ありがとう。1000までもらえるで、5000以内で SR。 なるほどなるほど、欲しい、分かってらっしゃる、ウエンさん嬉しい。普通にいつも500っすよね。でここでもらえると、結構ね、報酬まあまあいいっちゃいいですよね。いやー頑張ろう。デッキがね、わかんないんだよね。とりあえず俺は野手でやりたいと思っております。守備の方がいいのかな。あーでもどうしたらいいんだろう、わかんねえ。速攻を積むのか、まあ、角田は必須なんでミートでいいかと思う。あんま関係ないか経験点勝負なので。で、これ一応円卓のデッキなんですけど、ボナがわかんない。女の子で積むのがいいんだよね。悩ましい、わかんねえ。モードは入れるとして、わかんねえ。ごめん、わかんない、ちょっと考えます。ということで今回は終わりたいと思います。すぐ動画載せたいと、まあ、すぐかわかんないけど、うん、初見動画載せていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、このデッキでうまくいきましたとかね、教えてくれると、はい、そういう優しい方をお待ちしております。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お待ちしております。じゃあ皆さん、キースさん、一応、バイバイ。